はい、皆さんこんにちは、さやです。今日はですね、こちらセリアさんから新しく発売されたコロルというね、系統、やっとね、うちの近くのセリアさんにも入りましたので、ご紹介していこうと思います。まずはですね、うちの近くではこちらの4種類が、4色ですね、が発売されていました。では一つずつ見ていこうと思います。まずはですね、こちら、はい、こちらカラーナンバーが1番のコロル、はい、で綿が 55%、 アクリル 45%、 25g、 42m 巻きになっています。で使用棒針が7号から9号、使用かぎ針が6号から8号ということですね。はい、ですごくね、こちらの1番はこう、なんていうの、夢川系な感じのカラーっていうのかな、少し淡い感じのカラーになっていますね。はい、で続いてこちらカラーナンバーが2番になってます。はい、こちらですね。でこちらはですね、ちょっと緑とかブルーとかそういう感じのね、カラーになってますね。こういう感じです。はい、でこちらね、はい、こっちがですね、カラーナンバー3番ですね。はい。で、3番と4番がですね、ちょっと今までと違くてね、こんな感じで、ちょっとね、見てもらうと、こっちがね、はっきりしてるカラーかなと思います。3番ですね。この、ちょっとね、色が濃い感じ。で、これがですね、カラーナンバー4番ですね。はい。これもね、やっぱりちょっと色が強めな感じになってます。はい。で、これね、すごく可愛くいい色だなと思いました。初めて見たとき。で、実際触った感じもすごくふわふわしていて、触り心地もね、いい感じです。で、やっぱりね、冬糸として出てくる毛糸、こういうね、感じの毛糸は、肌触りが良くて、すごくね、あったかそうな毛糸だなと思ったので、今回はこれで、ですね、スヌードをまたね、編んでみようかなと思います。はい、で順番はね、こう 1,2,3,4 っていう感じの順番で編んでいこうかなと思います。で今回はですね、こちらチューリップさんのね、7号針 4mm の方を使用して編んでいこうと思います。はい、こちらですね。はい。で、今ですね、糸をちょっと出してみたんですけれども、このね、一本一本に、こうなんかモヘアっぽいのがね、こうモハモハっと絡んでるような感じの糸になってます。で、出すときもそうなんですけれども、こう解くときもすごくね、絡まりやすい感じの毛糸だなと思ったので、ちょっとね、気をつけて編まなきゃいけないなと思いました。はい。それではまず、鎖編みからですね、編んでいこうと思います。ではですね、一番最初は鎖編みを250目編んでいきます。ちょっと長いんですけど、頑張ってね、編んでいきましょう。はい。針に糸をかけて、一回ですね、鎖をギュッと引き締めます。で、ここからですね、少し、緩めな感じでね、編んでいこうと思います。で、もしちょっとね、編み癖がきつくて、どうしてもきつくなっていっちゃうよって、いうような方は、今私7号針使ってるんですけど、この最初の鎖編みだけ8号針で編んであげるといいかなと思います。ではまず、針に糸をかけて、1、2、あれ、2、3っていう感じで250目鎖編みを編んでいきます。はい。今ですね、鎖編みを250目編んできました。そしたらですね、これを輪っかにするんですけれども、ずっとね、この針のところからこう見て、ずっとねじれていないかを確認して、よいしょ、編んだのね、辿っていきます。で、スヌードにするので、ちょっとね、ここでねじれてても、全然もう気にしなくて大丈夫だと思います。首にね、巻きつけて2回くらい巻くような感じの長さに仕上げていこうと思うので、
ちょっとくらいね、ねじれがあっても、まあ、それはそれでね、すごく可愛いんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、わざとね、ここで、ねじる人もいるので、そこまでね、気にしなくても大丈夫だと思います。はい。で、ずーっと辿ってきたら、この一番最初の、ここですね。で、ちょっとね、今回は裏山を取っていこうと思うので、このままちょっとこう、くるっと反転させてあげると、このね、一番最初の、この裏山、鎖編みの裏山、ここに針を入れてあげて、で、糸をかけて、2本一気に引き抜きます。はい。こんな感じで。そしたら、次の段編んでいきます。鎖編みを、1、2、3、4回ですね。1、2、3、4回鎖編みを編んだら、この今引き抜いた目の次の目を飛ばして、その次の目。はい。針に糸をかけて、今引き抜いた目の次の次の目。ここに、長編みを一つ入れます。針に糸をかけて持ってきて、長編みを一つですね。入れます。で、ここから4目ですね。続けて長編みを一つの目に一つずつ入れていきます。今一目入れたので、あと3目ですね。入れていきます。はい。ここの次の目から拾って、はい、裏山を拾って、で編んでいきます。で、ここは裏山じゃなくても全然大丈夫なので、通常普通通りにね、目を半目を拾っても大丈夫です。うん。3。で、4目ですね。拾います。そしたら、鎖編みを一つ編みます。で、今鎖編みを編んで、ここの目の分を編んだので、次の裏山を飛ばしたその次、ここに長編みを入れます。で、また、長編みを4つですね、入れていきます。あと3目入れます。次の目を拾って、長編み。はい。で、またその次の目を拾って、長編み。ちょっとね、ここの段だけ、一番最初はね、裏山を拾って編むのがちょっとね、時間かかるかなと思うんですけど、ちょっとね、ここだけ頑張って一緒にね、編んでいきましょう。はい、で、今、長編みを4目入れてきました。そしたらまた鎖を1つ。で、次の裏山を飛ばしたその次に長編みをまた4目入れていきます。はい、で、ずーっとですね、長編みを4目入れたら鎖を1つ。で、1目飛ばして、また長編みを4目入れるっていうのをずっと最後の目まで編んでいきます。はい。それではですね、このまま最後の目まで編んでいこうと思います。はい。ずっと1段目を編んできました。最後は長編みを3目入れたところで終わってると思います。で、一番最初のここですね。鎖編み4回で立ち上がってるんですけれども、ここの3目目、下から数えて、1、2、3目目。1、2、3目目ですね。ここに針を入れて、引き抜いていきます。はい。ここで糸を引き抜きますね。はい。これで1段目が出来上がりになります。で、引き抜くときにねじれてないかをちょっと確認してから引き抜くようにしてください。で、次の段いきます。で、往復編みで編んでいくわけではないので、またここからですね、
こっち向きにこう、また編んでいくような感じになります。で、次の段は鎖編み1回で立ち上がります。はい。で、引き抜いたところですね。引き抜いたところを、普通であれば、一目目として入れるんですけれども、今回はここじゃなくって、こっち。この鎖編みが一つ残っているここの輪っかのところ、ここに針を入れてしまいます。で、細編みを一つ編みます。はい。細編みを一つ。で、鎖編みを四つ入れます。1、2、3、4。で、この長編み四つを飛ばします。飛ばして、ここの空いてるところ、ここに、細編みを一つ入れます。で、また鎖編みを四つ。2、3、4。で、また長編みを四つ飛ばして、この空いているところに針を入れてきます。はい。で、このままずっとですね、鎖編みを四つ編んで、細編みっていうのをずっと繰り返して、また最後まで編んでいきます。で、今ですね、一玉目がちょうどっていうかね、まあこれくらい余ってるので、多分途中で色が変わるかなっていうような感じですね。で、一玉が、42メートルなので、まあ結構ね、大きく、鎖編みを250目編んでいるので、割とね、糸の消費は激しいかなと思います。で、結構ね、途中で色が変わっても、全然、気にしなくても大丈夫な感じかなと思うので、もうこのままね、段の途中で色が変わっても、ほどいたりとかもしないで、そのままね、どんどん編んでいこうと、色を変えてね、編んでいこうと思います。はい。では、最後まで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。そしたらですね、また、今ね、最後の鎖編みを4回やったところです。で、一番最初の細編みの頭、ここに針を入れて、糸を引き抜いていきます。キュッと引き抜きますね。これで2段目が出来上がりになりますね。で、3段目、編んでいきます。まずは、鎖編みを3回。1、2、3。で、この糸ね、ちょくちょくこの結び目、結構ね、出てくるかなと思うんですよね。私が買ったためだけかな。もう気にしないで編んじゃってたんですけど、気になる方はね、もうここ糸を切ったりとかして、繋いだりとかしたりして、編んでもらってもいいかなと思います。で、私はもうこのまんまね、編んでいっちゃいますので、気にしないで、見ててください。で、ここ立ち上がり、鎖編み3回編んだら、鎖編みをあと2回ですね。全部で5回鎖編みを編んだ状態になっています。で、ここの前の段で鎖編みを4回入れて、この穴がね、ポコッと開いてると思います。ここに長編みを2つ入れます。はい、針に糸をかけて、この輪っかの中に入れますね。で、長編みを編みます。はい、で、もう一回、針に糸をかけて、同じところに入れて、長編みを編みますね。はい。そしたら、鎖編みを2つ。で、また次の、この輪っかのところですね。ここに長編みを2回入れます。はい。1回、もう1回ですね。2回。で、鎖編みを2つ。はい。で、また次の輪っかのところに長編みを2回。1回、もう1回。で、鎖編みを2つ。はい。で、鎖編みを2回編んで、長編みを2目入れる。で、鎖編み2回。長編みを2回っていうのをずっと最後まで編んでいきます。はい。では最後までやっていこうと思います。はい。最後まで編んできました。そしたら、鎖編みを今2回したので、ここの一番最後の、鎖編みのところに、長編みを1つ入れます。はい。
長編みを一つ入れます。で、ここの立ち上がりの鎖、これを長編み一目と数えて、こっち側のね長編みとして数えるので、下から4目目ですね、あ3目目ですね、1、2、3目目、3目目の鎖に針を入れて引き抜いていきます。で、ここで長編みが2つっていうような形で数えるんですね。で、次ですね、次の段はまずは鎖編み1回で立ち上がります。ちょっとね、糸っていうかね、はい、こちらですね、カラーナンバー2番のねコロルに今ね変わってますね。はい、で、2玉目に今ね入ってる状態です。で、鎖編み1回で立ち上がります。そしたらこのわ、なんていうのかな、前段の、鎖編み2回のところ、ここに針を入れます。で、細編みを一つ編みます。はい。そしたら、鎖編みを5個編みます。1、2、3、4、5で、鎖編みを編んだら、次のこの長編みを飛ばした次のここの鎖編み2回編んでるところ、ここに針を入れて細編みを1つ編みますね。はい、細編みを1つ、そしたらまた鎖編みを5回編みます。1、2、3、4、5で、また次のこの穴のところに針を入れて細編み、はい、で、こんな感じでずっと鎖編みを5回編んだら、次のこの輪っかの中に細編みっていうのをずっと最後の目まで、はい、最後まで編んできました。そしたらですね、鎖編みを5回編んだところで、一番最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いてきます。ね、この鎖編みしてから引き抜くのってちょっと難しいですよね。はい、あれでこの段が終わりですね。で、次の段を編んでいきます。次はですね、長編みを入れながら模様を作っていきます。まずは鎖編み3回で立ち上がります。3回で立ち上がったら、今引き抜いたところですね、ここ今引き抜いたところに長編みを二つ入れます。針に糸をかけて、今引き抜いたところですね。ここに針を入れて、長編みを二つ。もう一回ですね。で、持ってきます。長編みを二つ編んだら、この真ん中の鎖編み編んでるところ、ここに細編みを一つ入れます。細編み一つで、次はここの細編みの頭、ここに長編みを5個入れます。針に糸をかけて、この頭のところですね、ここに針を入れて持ってきます。で、ここには長編みを全部で5個ですね入れます。1、2、3、4、5、はい、一つの目に長編みが5個入りました。そしたらまたこの次の鎖編みのところ、ここに針を入れて、で、細編みを一つ編みます。はい。そしたらまたここの細編みの頭のところですね、ここに針を入れて、長編みを5個編んでいきます。はい。で、この段はずっとこれの繰り返しになっていきます。3、
4、5、で次のここには細編みを1つ、はい、でずっとですねこの前の段の細編みの頭のところここを拾って細編みと長編みを5目、5個入れたら細編みを1つ、でまたここで長編みを5個入れたら細編みを1つっていうのをずっと最後まで繰り返して編んでいきます。はい、ではやっていきます。はい、最後まで編んできました。そしたらここにつなげていきたいので、この引き抜いたところに今ねこれが 1,2,3 目立ち上がりを入れて3目長編みが入っているような状態になっています。でここの同じところ、一番最初に長編みを入れたところと同じところに長編みを2つ入れて全部で5個の長編みになるように入れていきます。はい、針に糸をかけたらここの一番最初の長編みの根元ですね、ここに針を入れて長編みを編みます。はい、もう1個同じところに入れて長編みを編んであげます。そしたら立ち上がり3回で立ち上がった3目目ですね、 1,2,3 目目、ここに針を入れます。はい、で引き抜いてきてこの段が終わりですね。はい、で次の段いきます。次の段は鎖編み1回で立ち上がります。はい、で今引き抜いたところここに針を入れて細編みを1つ入れます。で鎖編みを4回ですね、2,3,4、鎖編みを編んだらずっと飛ばしてこの次の長編み3回編み入れた、あ、じゃあ長編み5回ですね、 1,2,3,4 5個入れてる真ん中のここ 1,2,3 個目、ここの長編みの頭に針を入れて細編みを1つ編みます。はい、そしたらまた鎖編みを4回、3,4で飛ばして次の長編み5本入れている 1,2,3 本目の長編みの頭に針を入れて細編みを1つ、はい、でまた鎖編みを4つ、そしたらまた次の長編みの頭ですね、3本目の長編みの頭に細編みを1つ、でずっとですね鎖編みを4回編んだら 1,2,3 本目の長編みの頭に細編みっていうのをずっと最後まで編み入れていきます。はい、最後まで編んできました。そしたら鎖編み4回編んだら一番最初の細編みの頭ね、見づらいんですけども、はい、ここですね、ここ細編みの頭に針を入れて引き抜いてきます。はい、これでこの段が終わりです。すごいねグラデーションが綺麗な感じでいっぱい出てきてくれてます。結構可愛い糸ですね。はい、では次の段を編んでいきます。まずは鎖編みを3回、1,2,3 でもう1回編みます。鎖編みを1回ですね、全部で4回編んでるような状態です。そしたらですねここの前の段で鎖編みを4回編んだところ、ここに長編みを4本入れていきます。4回ですね、針に糸をかけたら、はい、この中に針を入れて長編みを編みます。1,2,3
4。長編みを4本、4回ですね。入れたら鎖編みを1回。で、次ですね。次はここの、次の鎖編みを編んでるところの穴のところにまた長編みを4回入れていきます。1、2、3、4で鎖編みを1つで、また次のここの空いてるところに長編みを4つ入れますね。そしたら次は鎖編みを1つで、また次のここに長編みを4回っていう感じで、ずっと最後の目まで編んでいきます。はい、ではやっていきます。はい、ずっと編んできました。そしたら最後のここの鎖編みのところですね、ここにはこれを入れて長編みが4つ入るようにするので、ここには長編みを3つ入れます。はい、1、2、3。そしたらここのね、立ち上がり鎖編みを編んだ1、2、3個目、ここに針を入れて引き抜いて、この段が完成になります。はい、で続けて次の段も編んでいこうと思います。次の段は鎖編み1回で立ち上がります。はい、鎖編み1回で、ここの空いてるところ、ここに細編みを1つ入れます。はい、細編みたら鎖編みを4つですね、編みますね。1、2、3、4と編んだら、ここを飛ばして、ここの空いてるところ、ここに細編みを1つ入れます。はい、でまた鎖編みを4つ、3、4で、またここを飛ばしたこの穴のところですね、ここに針を入れて細編みで、このずっとね、最後の目までやっていこうと思います。はい、最後まで編んできました。そしたら鎖編みを4回編んだら、一番最初の細編みの頭ですね、ここに針を入れて引き抜いてきます。で次の段いきます。鎖編み3回、1、2、3で、あと2つですね、1、2、全部で5回鎖編みをします。そしたらここの前の段でずっと鎖編みを編んだこの穴のところ、ここに長編みを2つ入れていきます。はい、1、もう1回、2で、鎖編みを2回で、また次ですね、ここ次の鎖編みのこの大きい穴のところに針を入れて長編みを2回編みます。1、2、もう1回ですね、2で、鎖編みを2回で、鎖編みを2回編んだら、次の穴のここの大きい穴のところに長編みを2回で、鎖編みを2回編んで長編みを2回入れるっていうのを最後の目までずっと編んでいきます。ではやっていきます。はい、最後まで編んできました。そしたらね、最後のここ一つ今残ってるんですけれども、最後のこの鎖編みの1個手前に長編みを2回入れて、鎖編みを2回編んだところです。そしたらここ最後のところには長編みを1つ入れます。長編みを1つで、この立ち上がりですね、根元から数えて1、2、3目目の鎖編み、ここに針を入れて引き抜きます。
こんな感じになりますね。そしたら次の段いきます。次の段は鎖編み1回で立ち上がって、根元じゃなくってこの輪っかの中、ここに針を入れて細編みを1つ入れます。はい、そしたら鎖編みを5回編みます。1、2、3、4、5で、次のこの長編み 2回を飛ばした次のこの大きな穴、ここに針を入れて細編みを1つ入れますね。はい、そしたらまた鎖編みを5回1、2、3、4、5で、また長編みを飛ばしたこの次の大きな穴に針を入れて細編みを1回、はい、っていうのをずっと繰り返していきます。次は鎖編みを5回編んだら、この輪っかの中に細編みを1つっていうのをずっと繰り返して最後の目まで編んでいきます。はい、ではやっていきます。はい、最後まで編んできました。そしたらまた鎖編みをここで5回ですね。1、2、3、4、5と鎖編みを編んだら、この一番最初の頭、ここに針を入れて引き抜いていきます。はい、でこの段が終わりになります。では次の段ですね、編んでいきます。まずは鎖編み3回で立ち上がります。1、2、3で、今引き抜いたところですね、ここ引き抜いたところに長編みを2つ入れていきます。1、2、2で、次ここ前の段で鎖編みを5回編んだところ、ここに細編みを1つ、で、次は前の段で細編みを編んだところの頭ですね、ここ。ここに長編みを5回入れていきます。針に糸をかけて、細編みの頭ですね。ここに長編みを5回入れます。1、2、34、5、長編みを5回入れてきました。そしたら次はまたこの鎖編み5回編んだところに針を入れて細編みを1つ、はい、でまたその次はここの長編み細編みの頭ですね、ここに、ここですね、ここに長編みを5回入れます。1、2、3、4、5、はい、そしたらここに次のこの細編み鎖編みのところですね、ここに細編みを1つ、はい、でまた次はこの前の段の細編みの頭をこうやって拾って長編みを5回で、鎖編みの輪っかのところに針を入れて細編みっていうのをずっと最後の目まで編んでいきます。はい、ではやっていきます。はい、最後の目まで編んできました。で、最後細編みを入れて、そしたらまたこの一番最初に長編みを2目入れたところ、前段で引き抜いたところですね、ここに長編みを2回入れていきます。ここですね、糸を持ってきて長編みを1回、もう1回ですね、入れます。はい、2回で、ちょっとねこのピッと引っ張ってあげると、から立ち上がりが 1,2,3 目って見えてきます。 1,2,3 目目ですね。鎖編み3回の3目目に針を入れて引き抜きます。
はい。で、ちょうどですね、今、はい、こんな感じでね、今編んできました。で、まあ、最後ね、引き抜いたところで、これ4玉目の余りがこれぐらい余ってます。で、よいしょ。使ったのがですね、こちらですね。コロルの1番と、まあ、2番と3番と4番を1玉ずつ、今、交互に、交互にっていうかね、終わったら次、終わったら次ってやりながら編んできました。で、ちょうど、ここで、いい感じの大きさかなと思ったので、今回はこの段で終わりにしようかなと思います。はい。で、よいしょ。ここのね、幅の方が、だいたい 11.5センチ、まあ、11.5センチとかですね、くらいになってます。で、折りたたん、半分にね、折ったとき、よいしょ。はい。こんな感じでね、半分に今ね、折りました。こんな感じで。で、半分に折った時の長さをちょっとね、測ってみます。横幅ですね。半分に折りたたんだ時の横幅が、まあ、だいたい68センチになってます。なので、かける2なので、136センチかな?この、長さですね。くらいになってると思います。で、あとはもう糸始末を全部ね、やっていって、ここで終わりにしようと思います。はい。ではね、糸始末を全部やっていきます。はい。全部ですね、糸始末を今してきました。どうですかね?下から1番、2番、3番、4番っていう感じで色が変わっています。で、一番下がね、すごく淡い感じのカラーになっていて、上に行けば行くほどね、ちょっと濃い感じになってる糸ですね。で、編んでみて思ったんですけれども、ちょっとですね、これ予備のね、コロル。この中から引っ張って糸を出すんですが、やっぱり、このモヘアの部分が少し絡んでしまって、出しにくかったりとかっていうのは何回かありました。ただ、すごくね、編み心地は良かったですね。すごい柔らかいので、アクリル系統みたいにこうキシキシしたりとかもしなかったですし、すごいね、針のね、滑りが良かったんですよ。この、滑りも良かったし、なんていうの?こうキュッキュッっていう音もなかったです。で、すごくね、編みやすい系統だなと思いました。ただ、モヘアがね、このやっぱりこうある分、ダイソーさんで売られているフラッフィーっていう毛糸があるんですけれども、そちらの毛糸はすごく絡んでしまうんですね。中からこう取り出すときに。で、太さの違いがあるのかなと思いました。フラッフィーの方がね、こっちよりも細いんですよね。で、実際、号数的にはあんまり変わらないのかなとは思うんですけれども、指定号数ですね。思うんですけど、こっちのコロルの方が、一本一本がね、太い感じがします。で、引っかかりもね、良かったです。6号から8号針、水晶針なんですが、今回はね、この7号針を使わせてもらいました。で、ちょうどね、中間の針だったので、まあ、いい感じに引っかかりもありましたし、で、長編みを編んだりとか、して、こうね、糸をかけた時も、絡むこともね、こっちではなかったですね。ね、すごくね、編みやすかったので、このモヘアになってる糸を使ったことがないんだけどな、どうしようかな、難しそうだなって思ってるような方には、まあ一番最初のね、このモヘアの糸の取っかかりとしては、すごく扱いやすい糸なんじゃないかなと思います。で、実際私もまだね、このモヘア調の糸っていうのは使い慣れていなくって、すごくね、扱いが下手くそなんですよ。こう引っ張って出してくるときにね、すごい絡んでたりとか、編んでるときに、まあ、いろんな、この、針にね、いろんなこの、なんていうの?モヘアがこう引っかかってしまったり、違うところに入れてしまったりっていうのが多いので、まあ、そういうのもね、今回は特になかったので、すごくね、編みやすい糸だなと思いました。で、糸のね、特徴的には、まあ、モヘアっていうのもそうなんですけれども、
あのね、このすべて見てもらうとわかるような感じで、ケークよりも、段染めのピッチがね、短いです。で、これケークなんですけど、見てもらうとわかるかなと思うんですが、ケークって一つの色が次の色に変わるまでの、この色のね、長さがすごく長い、なんていうの？ロングタイプの段染めになっているんですけれども、だからこう編んだ時に、この色がすごくこう黄色がすごい長い感じになるんですね、このケークだと。なんですが、こっちは、ショートピッチの段染めっていうようなタイプになっていまして、この編み地を見てもらうとね、すごくこう、色のね、こう変わりが早いんですよ。そう。こんな感じでね、すごく色の変わりが早くって、めちゃくちゃね、編んでて楽しかったですね。で、見た目もすごくこうカラフルに出来上がってくれています。で、実際首に巻いたんですが、これがね、すごいこう肌触りも良かったですね。で、ケークの方はアクリル 100% になっていて、まあ、やばい感じになってるんですけれども、こちらのね、コロルの方は、面がね、55% 入っています。なので、肌触りもね、めちゃくちゃこう、チクチクもないですし、すごくね、柔らかい毛糸で、肌につけても大丈夫な感じだなと思いました。まあ、私の感想的にはね、すごく、いい糸だなと思います。はい。で、バッグとか小物系に編んでも可愛いかなと思うんですけれども、ぜひですね、スヌードだったりとか、あとはアームウォーマーだったりっていう、こう、身につけるもの、肌に身につけるものを一度ね、編んでみて、試されてみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃね、可愛いです。こんな感じの。で、一玉、全部ね、同じ色で編んでも可愛いかなと思います。あとは、二玉の、こういうなんかボーダーみたいな感じにしても、色のね、出方がすごく、もう、似てる感じに出るんですよね。この一番と二番だったら、例えばこの辺が一番でこの辺が二番のカラーなんですけれども、ね、すごくこう、嫌味がある、なんていうの？色の変わりではないかなと思いました。突然色がボンって変わってしまうと、なんかちょっとね、浮いてしまって、あれかなと思ったんですけれども、全然そんなことはなく、使いやすい糸でしたね。はい。私的にはね、久しぶりにヒットな感じの糸でした。はい。で、こちらの糸の方もですね、以前、セリアさんの購入品かな？何かの、多分セリアさんだったかな？の購入品の動画の方に、視聴者の様からね、コメントの方をいただきまして、コロルっていう新色の系統が出てますよっていう感じで教えていただいたおかげで、もう最速でね、お店の方でゲットすることができました。本当にいつもね、お世話になっている方なので、本当にありがたいなと思います。はい。またね、何か情報がありましたら教えていただければ、本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい。今回は、セリアさんのね、毛糸、コロル、新色4色を使って、スヌード編んでみましたという動画でした。最後まで長々とご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひね、このいろんなパターンで編まれてみてください。はい。それでは、今日も楽しかったよって思ってくれた方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。コメントの方も楽しく拝見させていただいておりますので、ぜひぜひですね、残していってもらえれば嬉しいです。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。